いやでもなんか秘密保全法ってさ、その他にも公務員が情報を漏らしたりすることにも罰則を設けたいって言ってるわけでしょっていう人もいるかもしれない。でもこのことに関しても国家公務員法、地方公務員法、それを取り締まる法律もあるんですよ。すでにその法律があるんですよ。でもそれじゃ甘いから新しい法律にするんでしょ、法案なんでしょ。だったらその罰則をもっと強くすればいいだけじゃないの。すでにこの防衛秘密、これを守る法律はこの公務員に対してのその部分カバーできる法律がある。だとしたらわざわざ新しく作る必要ないですよね。何のために作るんでしょうね。もうすでにあるもんでいけるのであれば新たに作る必要ありますか。その解釈の幅をもっと広げるような内容の法案を必要ないんですよ。でも必要だと思わされてるんですよ。考えてみてください。日本はスパイ天国ですよ。気をつけてください。どこにスパイが潜んでるか分かりませんからね。この日本をスパイから守るためにこの秘密保全法は必要なんですっていうふうにアメリカのスパイである国会議員が言ったりするんですよね。面白いね、外国人特権を許すなみたいな団体もありますけれども、それって何、アメリカ軍のことみたいな。あ、思いやり予算とかもらえてるあの人たちのことねみたいなね。まあいろんな話があるんですけど、ちょっと話ずれちゃいましたね。まあとにかくスパイを追い出したいのであれば、まず国会の中から掃除しなきゃいけないだろうっていうふうに感じですよね。アメリカのスパイがたくさんいるのに。まあちょっと話ずれちゃいましたけど、まあ、結局何がしたいのって、スパイがどうしたとか国防がどうしたとか言ってるけれども、結局物を言わぬ人々にしたいんですよ、僕たちのこと。例えば秘密、特定秘密、この特定秘密は何が秘密なのかは僕たちには一切教えられてないんですよね。教えてくれるはずもないんです。その秘密、特定秘密に僕たちが知らず知らずのうちに触れてしまう可能性もあるんですよ。だって何が秘密か分かんないんだ。なんとなく自分で表現したことが、自分で書いたブログが、自分で発言したことが、自分が作った歌が特定秘密触れてる可能性もあるわけですよね。特定秘密に触れてたとしたら何が始まりますか。特定秘密に関する捜査が行われますよね。お家に来るはずですよ、警察が。こんにちは、署までご同行願いますか。事情をお伺いしたいんです。でもどうして自分が警察に行かなきゃいけないのか、自分のどういう発言、どういう表現がこの警察に連れて行かれ、警察に連行されるってことになってるのか教えてもらえないですよね。お前のこの言ったな、この〇〇って言葉、この〇〇って言葉は秘密、この特定秘密に引っかかるわけだってことを教えてもらえるわけないですよね。秘密に関する捜査なんだからって、だからパニックですよ。何が起こってるのか分かんないって。でまあ、調べられるんでしょう、いろいろパソコンを教えされたりとかして、あで、なるほど、こいつはなんとなく言った言葉がそういうふうに特定秘密に触れたんだなってことが理解されれば釈放されるでしょうけど、それが理解されるまではいつまでも拘留されるはずですよね。今の日本でさえも不当逮捕なんてどれぐらいありますか。この原発脱被爆っていう例えばデモであったりとか抗議っていうものを表すところでも、ただ立ってましたっていう人でも半年閉じ込められたりしてるんですよ、今現在。そんな人が何人もいる、弾圧ですよ。だとしたらちょっと警察にお世話になる可能性があるかもしれないってなったら表現するのやめたくなりません。ちょっと怖いですよね。警察のお世話になるかもしれない、かもしれないだけでももう萎縮しちゃうんですよ。社会的なこと言うのやめよ、ちょっと政治のことは言われへんなって親にも言われますよ。あんたやめなさい、もうそんな政治のこといちいちそんなインターネットに載せたりするの。親が怖いですもんね。親だけじゃなく家族みんなそう思いますから、ちょっとやめなさいよ。これいちいちちょっと演技入ってすいません。21年もそういう仕事してるとね、どうしても出るんですよ。今気づきました、自分でやってて。ね、まあ何の話してたか忘れてたっていうことなんですよ、とにかくね。だからもう表現は慎重になるっていう話なんですね。でもしも
捕されたとしても、その逮捕の理由も教えてもらえないかもしれない。裁判になったらどうでしょう。秘密に関する逮捕、秘密に関する裁判、これ理由教えてもらえるんですかね。これ公開されますかね。非公開の裁判が当たり前の世界になっていくんじゃないですか。一人一人の表現する気持ちっていうのを内説してしまうんですよね。地雷はばらまかれてると、いつ地雷を踏むか分かんないっていう。だとしたら嫌ですよ、そんなの。だってかもしれないんでしょ。じゃあもうやめようって。これ憲法違反じゃないですか、こんな気持ちにさせるなんて。表現の自由って保障されてるんだよね。こんな集会、集会じゃない、これ授業で。すいません、集会でいいですよ。すいません、授業ですよね。すいません。例えばでもこういうね、こういう例えば一コマがあったとしても、現政権に対して異を唱えるようなことになるならば、これさっき言いました、どういうことが秘密指定されるんですかって。外交、防衛、テロ活動の防止、有害、特定有害活動、この一番最後よく分かりませんでしたね。特定有害活動です。これのことですよ、まさに。特定有害活動、特定有害活動の防止、それを目指してるんですから。だとしたら現政権に対して異を唱えるもので、そこで捕まるのは 僕だけじゃないですよ。そこに参加していた人も引っ張られる可能性があるんですよね。だとしたら何をしたいんだ、この秘密保全法入り口に何がしたいのって。最初に言った通りですよね。情報をもっと強く統制したい。情報遮断するんだよ、情報統制するんだよ。それだけじゃない、国民への監視、これをもっと強化したい。もっともっとコントロールしやすくする。声を上げる人がいなくなるっていうような世界になるのが一番都合がいいんです。国はそんなことするわけないだろう、お前また陰謀論臭いこと言い出してって思うかもしれないけども、それが現状なんですよ。これ、この秘密保全法とセットで用意されているものがあるんですよね。秘密保全法は10月の15日国会が開いたらどこかで提出される。でもう一つ来年用意されているものがあるんですね。共謀罪と言います。共謀罪、共謀罪って何、よくわかんないですよね。あんまり聞かない言葉ですけど、相談、合意、これでも逮捕できちゃうんですって。イメージわかんないですよね。はい、例えばこういう感じです。あの高校中退の山本太郎、偉そうに大学でマイク握って喋りやがって、俺はやつどついてやりたいの、お前どう思う。そうやな、あの演技範囲がもっとでかくなるようにどついてやろうぜ。これ合意ですよね。山本太郎嫌いの2人がその話、相談をした、合意をしたって話です。でもこの時点では犯罪じゃないですよね。何も生まれてません。2人が合意しただけ。僕はまだ殴られてないから被害者でもない。被害者がいないのにその合意がされただけでもう犯罪者にされちゃうんです。すごくないですかこれ。怖いですよね。でも大丈夫でしょって。凶悪犯罪だけ違うの、そんなの。殺人とか強盗とか、私たちそういうことしませんから。でも違うんですよ。600種類に及ぶんですって、この共謀罪が適用されるのは。消費税法とか道路交通法とか水道法とか商法とか、そういうものも含まれるんですって。片っ端からやっていくからな、お前余計なことしたらって。どんな理由でもパクれんねんぞって、いつまででも閉じ込めてたるからなっていうメッセージですよ、これ。じゃなかったらこんなことするはずないですよね。だって相談しただけですよ、もう合意しただけで。これ何なんですかって。このセット、秘密保全法、そして共謀罪、治安維持法ですよ、ただの。今どこに向かってんの、この国は。情報統制、言論弾圧、国民の監視、どんどん強化していって、その先にあるのは何かっつったら、もうファシズムしかないですもんね、残念ながら。いやー、もうそんな時代じゃないでしょ。そう思う方いらっしゃるかもしれないけど、でもそのステップ確実に踏んでいってますもんね。自衛隊を国防軍にみたいな。どの口で言ってんねんと思いますよね。憲法変えましょうよみたいな。96条でね、
集団的自衛権、いろんなもステップを踏んでいこうとしてるんですよね。もうやる気満々ですよ。もう自分たちにできないことはないと思ってます。 Yes we can! みたいな気持ちやってますよ、多分ね。残念ながらもうやる気満々、もう前のめりですよ。だってじゃなかったらこんな法案出そうと思いませんよね。だってすっごい危険性を含んでますよね、こうやって。その解釈の幅ってどこまで広げられるのって、拡大解釈を止めるような何かそういう決まりをつけるんだったらまだ話は1万歩ぐらい譲って考えますけど、でもそんなものもつけようともしてませんからね。これこのまま見たら本当に危ない。どうなるのって。また戦争する気なんですかね。だってそんな解釈そこまで広げないだろうって言ったって広げられるんですよ。元々の憲法でだって自衛隊が海外に行くなんてなかったですよね。でも時の権力者が解釈を変えた。それで行けるようになった。アメリカの経済が、ね、厳しくなるたびに戦争が繰り返されて、でイラクにも連れて行かれた。大量破壊兵器があるよっつって散々人を殺しまくって、蓋を開けてみたら大量兵器はなかったよって。強盗じゃないですか、そのただの言いがかりですよ、強盗ですよ。でその強盗の片棒を担いだんですよ、この日本。残念ながら。で次シリアだっていう話になってましたよね。シリアに介入するって、化学兵器が使われたんじゃないかっていう話になって、で国連が調査をすると、化学兵器本当に使ったかどうか調査をします。じゃあ日本はどういう態度をするのかって、もちろん国際的機関が調査を終えたその結果を見てどうするかってことを話し合わなきゃいけないんですよね。なのに結果も出る前からもうアメリカに賛成しちゃったって狂ってますよね。本当にバカなんじゃないかって。誰のための国なの、私物化してるんですね完全に。この国は残念ながら植民地ですよね。沖縄の人は本当にその言葉なんかすごく嫌な気分になるかもしれないけど、本当にそうなんですよね。この国は一度も自分たちの足で立ったことがない。間接支配されっぱなし。今まさか今いる政治家たちが勝手に自分たちで物事を考えてるなんて思いませんよね。あの人たちがそんなこと考えつくわけないんですよね。誰かが考えたものを言わされてるだけですよ。僕はそういうふうに感じる。本当かどうか分かりませんよ。でも僕はそう感じる。じゃなかったら自分たちの国をこんなむちゃくちゃにしようとするわけないんですよ。消費税も上げるわけないんですよ。何のために上げるんですかって、こんな景気悪い時に。自民党が一番最初にこの間の選挙で勝ってやったこと、安倍政権最初にやった仕事って、おそらく生活保護の引き下げ、そういうところからですよね。もうメッセージなんですよね、これ。社会的弱者に対してどういう姿勢を取るかってことをまず最初に見せた。切り捨てるからな、この国で弱いとされるものは切り捨てていくよ、この国で弱者となるのは自己責任ですからっていうメッセージですよね。もうこの国の労働環境も全部もうそれ示されてますよね。ブラック企業とかって言われてますけど、若者を使いつつみたいな。でもそんな長時間労働低賃金って今に始まった話ですかっていう。僕も知らなかった。だって全然違う世界にいたから。でも原発の問題を入り口に少しずつ景色が見えてくるんですよね。そら、こんな問題もあるの、これもこれもこれも問題だらけやってことに気づいていくんですよ。でもそのベースになるのがやっぱり労働問題だったんだって。ブラック企業っていう話になってたけど、まあ、要はあれですよね、若い者を使い潰されて、要は社会的に復帰できないような状況にされてしまう、ひどいうつ病になって、選挙の時に東京都内いろんなところを回って話を聞いたんですけど、もう体をこうやって震わせてくる人がいるんですよ。私会社に使い潰されましたって言って、バイトもできませんっていうようなことをオーバーじゃなく、この感じですごい実態だなって。でその人たちの生活を支えるのはブラック企業じゃないですよね。誰が支えるの、僕たちの税金です。じゃあそうやって社会復帰できないような若者たちを大量生産しているブラック企業、どうして優良企業とされるんですか。
税金さえ多く納めてくれればそういう人たちは認められるんですよね。優良企業だからっていくら人間を使い潰すような企業であったとしてもそれ認められるんですよ、国として。おかしな話ですね。でもそんな話もう25年前からあったんだろうって。過労死って言葉が世界語になった四半世紀前からあったことじゃないかって。会社に殺されてきたんだろうって。たくさんの人たちが過労死を過労死って認定させるのも難しい。だって家族がずっと戦わなきゃいけないから。だからもう諦めちゃう人もいるし、でも戦い続けた人たちがいたから過労死ってものは存在してたんだってことが分かる。でも全然表に出てません。その今のブラック企業っていう部分も要は自分は会社と戦わないといけないんだっていうところにいて、いやもう会社のことも考えたくない、戦うのを避けてしまうってことで表に出てきてるなんて本当氷山の一角かもしれない。この国は昔から世界中に労働者に人権なんてないってことを世界中に知らしめた過労死ってことは、津波、台風、国際ボイスなんか全部過労死もそうだって世界中に知らしめたこの言葉、もう恥ですよこれって。人間を人間とは思わずにって、税金さえ納めればお前もそんなもん労働者の好きにしていいよって、じゃあ切り捨てますねっていうことでずっと来た。だから分かったんです、その労働問題ってことを知った時に、ああってそれは切り捨て簡単やわと思って。昔から人を切り捨て続けてきた国が原発事故でいきなり人を大切にするわけないんですよ。簡単に切り捨てるに決まってるわって。全部つながるんですよね、 TPP の問題も。国と国との協定、条約、協定って国と国とのものですよね。でもこの国の中で TPP のその前方について、内容について知ってる人ってたった5人しかいないんですって。で、その一方でその利害関係のある企業600の顧問とかはその内容を見れるんですって。おかしくないですか。 TPP 超秘密協定なんですよね。僕たちが TPP の内容について知れるのは4年後ですって。4年間知れないなんて怪しすぎるじゃないですか。どうしてそんな閉鎖的なんですかって。どうしてそんな秘密なんですかって。秘密にしないと成立させられないからですよね。国民の代表であるはずの国会議員も知れないって。だけど600の企業の関係者は見れるんだよって。あ、どうぞ出てくださいよ大丈夫ですか。そうなんです、すごいですね。国と国との取り決めじゃなくて、もう企業のためにこの国を全部解放しますよって。規制緩和をするのはみんなの生活が豊かになるためじゃないよって。企業がよりアコギに金儲けするために規制緩和するんですわっていう話なんですよね。ひどいなって。俺たちをどうする気って。一人一人人間と思ってませんよ、残念ながら。国は頭数なんですね、統計なんですね、僕たちって。許せない。なんというか本当に一人一人生きてて、一人一人に人生があって、家族がいて、その中にドラマがあって、一人一人の人生をなんていうか豊かに生きれるように、安全で健康に生きれるように国があるんじゃないのかって。それをサポートするのが国の役目なんだろうって。そのために税金を納めますよと思ってたんですけど、違かったんですね。搾取する対象でしかなかった。そして物を言う奴らがたくさんいれば困るんですよ。じゃあどうすればいい、何も知らさない方がいいよ。じゃあ知りたかった時にはお前らまた罰があるからね、情報を遮断して国民への監視を強めて、もう奴隷にするっていうだけの話なんですよ。もう国じゃないですよね、そんなもの。国でも何でもない。収容所ってありません、それも。お前ら国民アホやからな、政治に興味持つなよ、余計な口でするな、どうせ分からんねんからって一丁前言うな、仕事して税金納めて家帰って寝ろ、最低限生かしといてあげるから、
直感じゃないですよね、本当に。許せるわけない、そんなことっていう話なんですよ、本当に。っていうことで我慢できなくなったんですよ、僕。それで参議院議員になっちゃったみたいな話なんですけど、もうこの怒りをどこにぶつけるべきかっていうことで、だからもう本当に悔しくて仕方がないっていうことなんですね。まあもうそれまでの人生、まあ、そんなこと言っててもね、これに気づいたのが2年半前ですよ。それまで何してたんだっていう話なんです。本当にやっと目が覚めたのかっていう。で、今ある自分の目で見たこの世界っていうのを作り上げたのは無関心の自分だったんだなっていうことですよね。すごいショックでした。うわなんて世界やねん。でもこの現実を作ったのは自分自身だったんだなっていう、あの自分自身への憤りっていうものが一番根底にあるんですよね。だから取り返したいんですよ、なんとかね。あの人を切り捨てない社会にしたいんです。そのためには秘密保全法っていうのを絶対通しちゃダメなんですよね。世の中には本当数え切れないぐらいの不条理ありますよね。原発、被爆、TPP、労働問題、その他にも死刑問題だったり、いろんな問題があるけれども、その問題、声を上げられるのは情報があるからなんですよね。それだけじゃなく、僕たちには声を上げる権利があるし、表現をする自由があるからなんですよね。絶対に止めなきゃいけないんですよ、この秘密保全法ということで全国回ってるんですよ、ね。まあベラベラ喋りましたけど、あの山本太郎が言ったことももう鵜呑みにしないでほしいくらいなんです。ここまで喋ってて何や、時間返してくれと思った方もいらっしゃるかもしれないですけど、でもあの言いたいこと分かりますよね。情報を鵜呑みにしないでねっていう。どんな情報も、新聞、テレビはもちろん、有名人が言ってた、有識者が言ってた、専門家が言ってたってことも鵜呑みにすることは危険なんだな。いろんな情報を見て、その中で精査して自分で決めるっていうごくごく当たり前のことを今までやってこなかったんだなってことに気づいたんですよね。で、とにかくこれを止めようと、秘密保全法、国会の中ではもうほぼ、でもね、そうは言ってもこの秘密保全法に対する反対っていう機運がちょっと盛り上がってきてるんですよね、少しずつですけど。それによって政治がちょっと態度変え始めてるんですよ、少しですよ。まだ潮目が変わりそうな空気感みたいなものを感じます。民主党反対するかもしれない、どっちやねんみたいなね。はっきり言われて反対するでしょうっていうような、今のところその自民党とそれから、維新が表立って賛成する可能性がある。公明党はどうなんでしょうね、分かんないです。本当に蓋開けてみないと分からない。でどんなやり取りがあるのか分からない。一応なんかこう心配をしてるふりをしながら、いろんなとこがね心配してるふりを しながら死ぬ権利っていう一文がつけば OK にしよっかみたいな取引があるのかもしれない。なんだよその死ぬ権利っていう一文入れたぐらいで、なんかこれが変わんのかって話ですよね。なんかもうそういうのやめてくれよっていう、もっと本質的なところで物事を考えてもらいたいな。誰のためにやってんの、全然この国に住んでる人たちのことなんて考えてないんですよね。これ言うとかな、スピーディーの話、ごめんなさい、さっきね、どこや、国際通りの睦み橋ってところで凱旋やったんですけど、そこでもお話聞かれた方、繰り返しになってて申し訳ないんですけど、本当にこれひどいなっていうか、もうこの国、原発事故でね、この国の、なるほど、この国の姿はこれなんだっていうことが分かったっていうエピソード、スピーディーの話、スピーディーってありましたよね。放射能が漏れました。それがどういうふうに広がっていくんですか、大気中にっていうのを予測するシステム、スピーディー。これ僕たちの税金100億円以上使ってるんですよね。だって予測する必要あるでしょって、危険な原子爆発でしょ、これだけあるわけだから、どっかで事故あった時にその拡散システムっていうものを、拡散の予測システムを使ってできる限りこの国に住んでる人たちが被爆しないようにっていうシステムですよね。このシステム、じゃあ福島の東電原発、これ事故にあった時に
このデータ出てきたんですか？出てこなかったですね。出てこなかった。でも日本政府はいち早く提出した相手がいるんですよね。アメリカ様でございます。3日後にスピーディーのデータを渡したんですよね。アメリカ様大変でございますよ。このような予測が出ております。このままで被爆してしまいますからっていうお話ですよね。でアメリカ軍が撤退していった。あの周辺にいたアメリカ軍が撤退していった。で結局僕たちには教えないって。すごいですね。いい根性してますね。誰のための国なのかっていうのははっきりしてると思います。アメリカ様は被爆しては困ると。じゃあ自国民はね、しょうがないでしょう、被爆してもパニックになっちゃうから。本当に許せない。誰のための国なの、誰を救うために。もう象徴的だと思うんですよね。まあ、もう沖縄の皆さんも散々そういう目に遭わされてる。でそうなんですよね。僕自身沖縄っていうところに関して、沖縄っていう問題に関してちゃんと見たことないんですよね。まあでも防衛は必要だから沖縄にもそういうものが必要なんだろうっていうふうになんとなくぼやっと思ってた。でも原発っていう問題と向き合った時に、うわこれ基地の問題も一緒やんってやっと気づいたんですよ。情けない大人です。本当にこの問題もどうしていくべきなのかっていうことですよね。あまりにもひどい。よそにも米軍の基地はあるだろうけど、日本だけじゃなくよそにもありますよね、米軍の基地。でもその中で決められている約束事が全く違う。沖縄この国での米軍のルールっていうのはもう日本向けのルールっていうのは植民地ルールですもんね。完全な犯罪を起こしても OK みたいな土壌になってるわけですよね。このことも全部一緒なんだな。いいだろうって、日本の端っこで何かやってても大丈夫だよって。なかなか伝わらないですよ、だって沖縄からのことって。本土ではなかなか報道されないし、本土から遠く離れたところに押し合っとけば分かんないんだよっていうことで押し付けてるんですよね。それだけじゃなく原発も一緒なんですよね。原発のゴミ処理の問題も一緒なんですよね。100万年管理しなきゃいけないゴミ、端っこの方ばっかり狙われるんですよね。鹿児島の南大隅っていうところに、だってそこエネルギーも食料も自給率 100% 以上のところなんですよ。そこに100万年管理しなきゃいけないゴミを、核のゴミを押し付けるって。まだ決まってないですけど、誰のために、電力消費地のために、誰のために、中央のために、誰のために、本土のために、よくわかんないですね本当に。でもいろんな問題山積みなんですけど、全ての問題は情報がないと言い唱えることもできないし、どうしていこうってことも話していけない。そのためには絶対に情報を遮断させちゃいけないし、僕たちが声を上げるっていう最低限の、僕たちが表現をするという最低限の、僕たちが言いたいことを言う、やりたいことをやる、知りたいことを知るっていう最低限の権利を奪わせるわけにいかないんですよね。沖縄の話も僕詳しくできなくてごめんなさい。深く掘れてないですもちろん。でもやっぱりこういう立場になったわけだし、でそれ以外にもやっぱりこの国に住む者としてこれからたくさんの声を聞いてどうしていけばいいのかってことを沖縄の人と共に考えていきたいと思うんですね。東京から出てるけど、東京から選ばれたけど、それは関係ないですよね。いろんな問題、やっぱりいろんな問題に対してアプローチしていかなきゃいけないな、まあ、優先順位はいろいろあるんでしょうが、でもそういう気持ちなんですね。その元となるこの秘密保全法を絶対に止めたいっていう話なんです。これピンク色のビラなんですけどね、これ皆さん机の上に載ってますかね。なかったら後で言ってください。これ表側にはこの秘密保全法の危険性みたいなのをざっくり書いてあるんですよね。で裏側はファックスが送信できるフォームになってます。で手書きっていう方法もすごくいいんですよね。でも手書きがしんどい人は、時間がないんだって人はこの裏側のフォームを使っていただきたいんです。で沖縄選出の、自分の地元選出の
国会議員、衆議院、参議院、そういう人たちの事務所に対して秘密保全法をやめてくれよと、やめてくれなきゃ次の選挙で応援しませんよっていうメッセージ、それを満単位で積み上がるようにプレッシャーかけたいんですよね。満単位集まれば揺れますよ心は。ファックス、メール、これ国会始まる前に国会議員の心の中でこれこのまま賛成したらうまみないなっていうふうに思わせたんですよね。そうやって変えていくしかもない状況でも、これが一番強いと思うんです。だって一番力を持ってるのは皆さんですよね。消費者であり有権者である皆さんが一番力を持っている。それを忘れてるだけなんですよね、権力者は。そういうふうにアプローチしていかないともう間に合わない状況なんです。でも衆議院、参議院、地元の人なんてちょっとよくわかんないなって人は、衆議院、参議院っていうキーワードを添削ワードの中に入れていただいて、で、したらホームページに飛ぶんですよね、それぞれ。ホームページに飛んでいったら、その中に議員の一覧みたいなところがありますから、そこから地元の議員が探せる。糸数恵子さんって方が参議院にいらっしゃるんですよね。この方の事務所に送らないでくださいね。この方、秘密保全法反対してくださいますから。じゃないと大変なことになりますね。誰でも彼でもというわけにはいかないっていう、井戸田さんのところには送らないでいただきたいということで、なんか長いこと喋っちゃいましたけど、皆さんとも少しこうコミュニケーションするような、で僕が答えられないことはどなたか詳しい方にマイクを回していながら、いいですよねそれ。だって答え出ないとこから答え待ってても時間もったいないですもんね。詳しい方にマイクを回しながらっていう話にしますか。あ、何でもいいですよ。今日の朝ごはん何食べたられるからでも大丈夫です。福島市かどっかで、凱旋をしたんですよね、僕がこうマイク握って、福島県議会議員の選挙があって、で、立候補しますっていう女性の方がいたんですよね。で、その方が応援に行った。で、僕も応援演説で喋ってたんです、福島で。で、ずーっと僕のことを見てるおじさんがいたんですよね。すごい怒ってんのかなと思って、僕のこと、要はお線路の高いところから子供を出してほしい、それだけじゃなくて汚染の恐れのある土地、要はちゃんとその土壌汚染というものを調べてない、2種類セシウム、要素ぐらいしか調べてないだろうって、プルトニウムはあって、トリチウムはどうしたの、その他たくさんあるのに、そのたった2種類だけ調べて安全ですって言ってる国が許せないっていうの話をしてたわけですね。だからじーっと見てるおじさんがいて、あ、この人はちょっと演説終わった後に殴られるのかなと思ったんですよね。あまりのその集中力というか、僕への眼差しっていうのをもう
目からビームが出てるようなそういうものだったんですよね。で、まあ演説が終わって、で、ちょっと撤収の用意してたら離れてたおじさんがこう近寄ってきたんですよね。で、なんかすごい悔しそうな顔をして、で、悔しいって言うんですよね。これ選挙の演説でも言ってたんですけど、おじさんが近寄ってきて、悔しい、悔しいんだって言うんですよ。で、その方農家やられてたんですよね、福島で。で、今国が出荷していいって言われてるような数値であれば出荷できるけど、俺はとてもじゃないけどそれは出せない、農業再開できるような状況じゃない、全てを汚されて俺は悔しいんだ、言いながらおじさんが涙を流してるんですよね。こんな真剣にいいお年のおじさんを心の底から泣かせるっていう、原発なんて許されへんよなって。だって20万人近い人たちが自分たちのふるさとを失った、これは国の発表でってことですもんね。これ本当の汚染状況が分かれば、東日本一帯にマダラ状に広がってて、福島だけじゃないんだよ、福島の中でも汚染は分かれてるし、福島の中でも東京の方が汚染されてる場所もあるし、一帯に広がっただろう、マダラ状だろう、それぞれ細かく調べないと分かんないよなっていう状況の中で、国がじゃあここは汚染されてそうだってことで同心円だったり、それをどんどん30キロ縮めていって、その数だけで20万人近くの人たちがふるさとを失ったって言われてるだけで、それに対して何のフォローがあるんだよ。未だ仮設で進んでる人たちもいるし、オリンピックなんて喜べんの、オリンピックとかやっていいんですか東京って。だって東京の汚染もはっきりしてないじゃないかって、ね、31種類以上の放射能は放射線が漏れ出してるっつってるところで、2種類しか調べてなくてクリアってあるっていう話なんで、ね、だからそこをどうやって調べさせればいいのかっていうと、今専門家の人と相談しながらっていうところで、本当に生で聞くそういう人たちの声、表情っていうのはもうすごい表現しづらいけど、深くフックするわ自分の心に。くわー、どうすればいいんやっていうか、話は聞けるけど自分になんか何もできへんな。で、まあ、自分が議員になって、その議員になる時にもその悔しいをなんかこう変えられるような、救われるようなものにつなげていきたいというふうに思うんですけど、一人でもできることはあるけれども、国会議員一人で、無所属で一人でできることもあるけれども、それでひっくり返す、要は汚染を明らかにしたり原子力を止めさせたりということは今の国会の中では難しいという部分があって、じゃあどうするの、もうそれはみんなが怒るしかないよって、政治家にプレッシャーかけるしかないんだって。あの人たちはだって自分たちが議員になれるためだったら企業のお尻も舐めるような人たちやから、だから TPP も通るんですって。衆議院選挙の時に TPP に反対と言って200人を超える自民党議員が受かってるんだよ。でも結果はって、あれ5品目も守らないようなこと言い出したみたいな、すごいですよ。自分たちを議員にさせてくれる、それ企業だと思ってるかもしれないし、だからこそもう電気は足りてるのに原子力を続けようとするわけだし、もういつ地震があるかわからない状況なのに、これをひっくり返せるのは今の政治じゃあかんない。もちろんそれを目指していくけれども、でももっと有権者、消費者が怒りをこうしろっていうプレッシャーをどんどん与えていくべきやと思う。で、横につながる、横につながったことで止められたっていうことが一つあれば、
この間のあれもう一回行こうってことでいろんなものにつなげていける。一人でもできることはあるけれどもその力は弱い。だからこそみんなでプレッシャーかけてで乗り越えていくことが必要だと思う。だからこの秘密保全法を絶対に止めなきゃいけないって僕は思ってて、でもちろんそうやけどこれだけじゃない。これで横につながって止めたっていうことがまた次に行ける。問題いっぱい解決しな、あかんことがあるから秘密保全法の次は何や、被爆か原発か、とにかくもう問題がありすぎるからどんどんみんなでやっていこうよって、まずこれで止められるってことをみんなで体感しようっていうか、まず経験しよう。もちろんそれを横につながって止めるってことをみんなに示したって、じゃあ一つこれ例にとってみましたって話じゃないんですよ。これは絶対に止めなきゃいけない。これが通った日には彼に厳しいことになるから、でもこれをスタートにして横につながってみんなでプレッシャーをかける。政治家を本気にさせるのは一人一人やってことだよね。それが選挙の時にできればよかったけど、でもなかなか難しかった。もうみんな選挙で何が変わるの、政治なんてもうどうしようもないっしょってことで、もうね、もう全く興味持たないことにしてるから、そういう人たちが多いけど、でも政治に興味持った人でも持たなかった人でもどっちみち首が締まっていくからさ、今以上に締まっていくから、でも締まってから、まあ、締まってから気づいてほしくないっていうか、締まる前に今でさえ締まってる首がより締まっていくっていう状況にはしたくない。だから例えば国政選挙っつったら、ごめんね、これ、ごめん、人が、むっちゃ喋ってんねん、今。今気づいた、ごめん。そうやね、あの、3年後の国政選挙で何か変化をもたらしたい。でも、それじゃ間に合えへんねん。でも、それまで大きな国政選挙はないから。だとしたら、みんなでやるしかないねんね、これ。で、政治家やねんから政治でやれ、変えろって言われる。それは、もちろん、ごもっとも。一人でやれる場面ではそうさせていただきますけど、そうじゃないときは全国回っていろんな問題点をみんなに伝えて、でこのようにファックスで力貸してくださいってことで物事を一枚ずつあのめくっていくってことにしていきたいね。すいません、なんかあれやったね、答えになってなかったね、なんか何かエピソードってことやったね。でもその福島で聞いたその農家の男性のエピソードっていうのはもうなんやろな、本当につらかった、うん、しかも東京の電力のためにその人がそんな思いをしてる。東京の電力でなんか東京に作ればいいやって話やけど、いやー原子力危ないですからね、だから五重の壁で守ってるんですし、漏れ出したらとてもつもなく危険ですから田舎に建てさせてもらいますねって。いやでも田舎の人危険じゃないですか。いや大丈夫ですよ、人あんまりいないでしょ。そんなメンタリティで作られてるのが原発やし、そんなことも知らなかった。東京の電力のために福島からこう送電されてるってことを知らなかったし、で現場に行ってもうそういう東京の電力のために申し訳ないと思って、そういう話を聞いてるともう胸がこう引き裂かれそうな気持ちになる、うんね、なんとかしていきたい。本当若い人に興味を持ってもらいたい。だって若い人の未来やから、今の政治っていうかこの日本を動かそうとしてる人たちは若い人たちも何にも考えてない。目の前のお金だけ、目の前の自分のポジションだけ、本当悔しいよね。だから若者に知られるっていうのが一番怖がるよね。福島大学、僕あの学生たちに呼ばれて喋りに行ったんですよね。そしたらもう学校の前で先生たちがこう先生たちがこうやってるんですよ、ずらーって入らないでくれって、直ちにあの学校の敷地じゃないから出てくださいって。要は学生に声を上げられるのは困るんですよ。被害者である一番の当事者である福島の若い人たちにそういう雰囲気を広げられたら困んねん。だからそういう若い人たちが学校の中で原発について考えるとか被爆について考えるみたいなことを
政権と違う方向に向かう、まあ、権力者と違う方向に向かうようなことを言ってる場合には、それ過激派認定されるんですよね。親に電話されるんです。お宅の息子さん過激派とつながってますみたいな。学校内でもそういう噂を広げられて、ひどいよね。他にも富山大学でもそういう弾圧があったって聞いてるし、国立系は結構そういう厳しいものがあるみたい。だから若い人の前で喋る機会っていうのは、まあ、今はもうこういう活動をやってるからなかなか学校から呼んでもらえるっていうのは私立、あ、前はね、あの今はもう政治家になってしまったからなかなか政治職っていう部分もあるかもしれないから呼んでもらえる確率は減ってんけど、前はまだ芸能人っていうことだったから呼んでくれるのは私立、国立は難しかった。やっぱりどんどん学校の中っていうのも監視されていってコントロールされるようになるやろうね。昔は大学が学生を守ったんやけど、今はもう、なんか警察側に渡すからね。本当にひどい。若い人たちに気づかれるのが一番怖い。若い人たち、だって、まあ、大人と比べてしがらみないでしょ。まあ、時間あるでしょ。ね。正義感強いでしょ。純粋だから。若い人たちに知られるのが一番怖い。だからこそ、そういう、本当に若者たちが声を上げよう、考えようっていうところは弾圧しようとする。それが現状で。だから音楽と若者がつながるっていうのはすごく警戒される。心、音楽で、ね、音楽でこうリラックスして、こう感受性のアンテナみたいなのが伸びていけば、そこにあのスピーチ、本当の生の声、ね、自主避難してるお母さんだったりとか、子供が、子供に甲状腺がんができたとかっていうお母さんのスピーチとか、あとなんか現場の作業員の人の声とかっていうのを届けたとしたらすごい響くと思う。許せないと思う。でもそういうことをやってほしくないね。だからそれを極力できないようになってる。政治活動も音楽と一緒に回りたかったけど、でもそれを融合した形になったのが多分あの選挙フェス、宮城洋平が中心になっていろんなミュージシャンを呼んでくれて、で、自分も選挙に出て、で、若い人たちに興味を持ってもらうっていうことにつながっていたと思うね。だからそれが、本当は音楽とどんどん融合していく、融合していっていいもんやと思うね、精神って。で、今回も本当は音楽も含んで一緒にやりたかったけど、やっぱり許可が下りひんよね、あの音楽は。音楽できるところって結構少ないですもんね。すごいね、東京なんて。人がたまれないようにどんどんしていってるから、要はみんなが集まれないようにいろんな広いところも真ん中に物を作ったりとか、人がたまれないような環境をどんどん作られていってるんだよ。あ、すげえなんて、どこにどこでも集まりできへんなんて、なんかそれってかなり意図的やんね。などうやってエジプトのタハリール広場みたいなことないもんね。街の真ん中に広場がありますって、なんか海外では普通やけど、日本では極力そういうものを作らせない。みんなに集まられたら困んないもんだって。たくさん人が集まってるなっていう空気感だけでも作られたら困る。だからデモ隊も何人かで切られて、何人かで切られて、まるで少数、あの少数、少しの人しか集まってないようなデモにされる。じゃあ一方、なんか例えば、なんかそう、中国に舐められるなとか、韓国に舐められるなっていうのはデモ、結構あのかなり、そういうでも見たことがあるんだよね、一回新宿で。そしたら信号ずっと青のままやん。まあ大体でもそういうこともするやろうけど、でも全然分断されずに、全体的な人数はそんな多くないけれども、でも例えば原発とか被爆とかのデモの時には細かく人を切られて間を空けて言うんやけど、そういう悩みナショナリズムを煽るようなデモの時には結構続けたんですよね。たくさん人数がいますよっていうようなことを印象づけるために、なんかいろんなこと考えねえなと思って。でもつながっていくしかないもんね。近所やねんもんだって。どうもよその国もさ、中国も韓国もその緊張を高めていったって何もいいことないもんね。だってあの4丁目の人腹立つわって3丁目の人が言ったり、人間ってそんなもんやん。ねえ、あのお隣さん腹立つわみたいな、
でもその大人でしょって、うまくやってくださいって話ですもんね。それが外交ってことで、それの失敗が戦争ってことにつながっていく。戦争の準備着々と整えて、それでどうやって平和を求めるんですかって話ですよね。ミサイル向けられてどうやって平和を唱えるんですかって話よね。沖縄の人たちとかやっぱりその先のいろんな島の人たちっていうのはすごく不安を感じてると思う。とにかくいろんな情報が入らなきゃどうにもならない。繰り返しですが、この秘密保全法なんとかみんなで止めたいんですよねっていう話だったんですけど、あ、それ質問はっつってほとんど自分の話すごいですねこれ。質問つぶしみたいな失礼しました。次の方いっちゃいませんか。すみません、手短いしゃべります。すみません、ありがとうございます。チキン屋のコウキと申します。すみません、学生じゃないですけど、特定秘密保全法についてなんですけど、私の友達もいろいろいて、Facebook で先日アップしてたのが、特定秘密保全法案っていうのは左翼の日弁連や山本太郎氏が必死で尽くそう、さっきの特定秘密保全法案についてっていうのを彼なりに、友人なりにアップしてて、山本太郎氏が必死で尽くそうとしている法案ですがなぜでしょうみたいなことを書いてるんですが、この法案はスパイ防止法案であって、その言論統制にはならないよ、それは表現の自由でちゃんと保障されてるよっていう、決してその山本氏に騙されるなみたいなことをアップしてる友人がいて、まあ、私はその政治家をもう信じてないので、そんな表現の自由なんていくらでも書き換えるだろうし、解釈によって全然曲げられちゃうんだろうなと思ってるんですけど、山本さんはそれをどう考えてるのかなっていうのを教えてもらえますか。そうなんですよね。そういう人もたくさんはいないかもしれないけれども、一部いらっしゃるんですよね。何かあったらこうイデオロギーの話をする。原発の問題がそうですよね。僕初めて知ったんですよ、原発の問題で。あいつは左翼だ、はぁって左翼、それまでそんなことが自分の耳で直接言われることもなくて、喋ることもなかったっていう、はぁって、ああそうかそうかって、都合の悪いことを言うとそういうふうに左翼認定をされるんだな。で、僕なんかよくネットの中で反日極左テロリストみたいな、すんげーリングネームもらったなみたいな、すごいホーリーネームやなみたいな、ダンスウィズウルブスみたいなね、狼と踊る男みたいな話なんだなと思ったんですけどね。とにかくそういうふうに何か都合の悪いことがあると、そういうイデオロギー問題としてすり替えられる。でも原発の問題もさ、この表現の自由の問題も右翼とか左翼とか関係ないよなっていう、何の話をされてるんですかっていうことですよね。要は生きてないだけでしょって、みんなその生きてないためで、その生きるための最低限の部分を担保するために、例えば原発はやめるべきだって当然ですよね。だって地震に対する備えなんてなかったんだからって。で、新基準っつったってそんなのデタラメじゃないかって、ちょっとかさ増してどうすんだよその防潮堤、見ただろって津波がどれだけの遡上高になるかってこと、見ただろって三陸のスーパー堤防積み木みたいに転がってましたよって、自然の力には勝てないんだ。で、複雑な配管がいっぱいあって、地震があればどっかに一つ傷が入ればそこから大きく変わってくんだよ。少しのことで大きな事故につながるようなものなのに、それが何期もあって、で、今どこに大きな地震が来るかわからないのに、で、事故が起こった後も情報は隠され、その事故を起こした人たちは責任取らずに済むねんからなって、逮捕さえされてないわ、はぁ、すごい勉強して電力会社入ってよかったのかなみたいなね、大学行ってて電力会社入った方が良かったんかなと自分とか思いますよね。思いませんけどねどっちやねんまあでもとにかく基本根本ですよ、根本、自分が生きてたいだけなんだって、そのためには原発必要ないんだよ、
電力はもう足りてるんだからね。だってもうすでに火力で全部賄ってるじゃないか。その中でもその熱効率のいいあの天然ガス、それをガスタービンコンバインドサイクルってものを使っていけばいいんじゃないか。そんなもん今火力をフル回転の老朽化したってもう2年半もあったんだから、その間に新しいものを建てられてるだろうって。実際に建ててるわけですよね。建てていってるわけですよ。それをスピードアップしていって、で企業が逃げていくとか言ってるんですけど、企業は電力を使えば使うほど、ね、あの電気料金下がっていくんですから、ね、僕たちぐらいですよ電気料金上がっていくの普通逆じゃないみたいな話なんですけどね。だからもうすでに原発は必要がないんですよ。どうして必要なんですか。お金のために必要なんです。一部の人たち、一部の 1% の原発で渡航している人たちがこの金儲けを諦められないために僕たちは原発を続けなきゃいけない。そしてもう一つ理由があるのは、日米原子力協定によって原発はやめられない部分もある。でも国民の9割が反対したとして、大きく声を上げて、このままじゃもうあの政権がひっくり返されるってことになれば、その日米原子力協定だって変えられますよ、ね、で、ごめんなさい話がちょっとそれましたけど、その山本太郎は左翼だからっていう話にすり替えるのは、その左翼という響きに対して何か嫌悪感を持つ人が多分多いんでしょう。分かんないけど、それを出してきたってことはね、左翼ってことにされたってまあ何だっていいんですよ。なんて呼んでもらっても構わんわん。僕的にはね、嫌なんや、生きてたいんだと。で、こんな不条理の中で生きるのは嫌だと。金儲けのために続けなきゃいけないこのシステム、電力が足りてないっていう状況でもちょっと嫌だ。電力は他で賄えるって分かってるのに、どうしてこれ続けるのって意味が分からないじゃないですか。都合の悪いことはそういうふうにイデオロギー問題にすり替えられる。全てそうですよね。でこの問題もそうなんですよ。これはスパイの問題なんだよ、ね、秘密を守るためには必要なんだ。見てみろ、いつ攻めてくるか分からないじゃないか、中国が韓国がっていう話なんですけど、さっき話した通り防衛秘密は自衛隊法で OK なんだよってことなんですよね。その他にもその、公務員の中にスパイが紛れ込んだりとかっていう話なのであれば、情報漏洩したらどうするんだみたいな話なのであれば、それもだから国家公務員法、地方公務員法っていうところの罰則をもっと強めればって話なんですよ。これには国を守るための秘密、それを漏らさないようにする、それ以外の意図の方が大きいってことなんですよね。まあびっくりですよね。本当によく信じられるな。汚染水は港湾内でブロックされておりますっていう人たちのことを、そうっていう人たちのことを信用するのって、すげえな、信じちゃうんだみたいなね。本当におめでたいなと思いますけどね。自分の命は自分でしか守れないっていう危機感がまだないのかもしれないですね。あいつは左翼でみたいな話をしてる人たちは、ご苦労様ですって言いたいんですけど、そんなあなたにも生きててほしいんですって言いたいんですよ僕はそんな風にね、ブログで僕のことを言う人にも、どうか生きててねって、そのあなたの自由なね、発言さえもいつか発信できなくなる日が来るかもよ。もともとさっき話しましたっけ、愛国者法のこと、9.11 あったじゃないですか。アメリカで事故というかテロがあったじゃないですか。テロか自衛か分かんないですけど、 9.11 があった時に、まあ要はどこにテロリストが潜んでるか分からんと。アメリカを守るためにはテロリストを洗い出さなきゃいけないんだ。皆さんには少し窮屈を思いさせるかもしれないけども、テロリストこれ以上このアメリカでテロを起こさせないために皆さん協力してくださいっていうような空気を作った。で、愛国者法ってものが通った。これで国民監視が強まったんですよね。それによって今までアメリカで最多のジャーナリストの逮捕者数が出たり、あと7万のブログが要は遮断されてしまったり、もう完全に監視されてる。もっと怖いやつ来ますよこれっていう話なんです、ね、あ、時間や、すいません、全然すいませんでしたすいません、本当にまるで参議院議員とは思えないような話の数々、皆さん我慢して聞いてくれてありがとうございます。これ本当に不思議ございません。よろしくお願いします。ありがとうございました。